豆腐塩も買っちゃったまずい。マジで砂糖腐塩のマジまずいわ。セルフレジあんのにな、使ってねえやつバカだよ。いや、まあでもセルフレジが分かりにくいね、置いてある場所が。やっぱそこはもう会社を越えて、もう入り口目の前に設置するっていうのが、それが一番いいよ。だってどのお店もセルフレジがあるお店は入り口目の前っていうふうに統一すればみんなが得するんだから。普及してないのってやっぱそういうところ、ちょっと場所が分かりにくいっていうのもやっぱあるだろうから、探しちゃうセルフレジどっかな。で、入り口に全部設置すればいい。で、入る時点で、窓開いた時点で、ドア開いた時点であるかどうか分かったら、セルフレジがあるんだったら買おうって。ならないしよう。
でも港区だ、入力時も。表示された時に、何で表示された時に、港区かどうか、それだけ見れば。に戻った気分になるすごいなんか自転車じゃダメだ、了解だ。
バイクで、まあもう電動のやつちょっと調べて、補助金が下りるやつを、まあ、ローンで分割で一番長くしてっていう感じでも、分割だったら分割で他のその自転車とかバイクシェアとかその辺の株全部切って、その分バイクシェアの方の、バイクシェアじゃない、そう、電動のやつの分割にやるっていうので、それで賄える交通費とかは全部使わないようにして、別の家でやるんだったら、もし仮に都内で稼働するんだったら、そこで寝泊まりできるんですよ。そしたらもう宿泊代も浮かぶ。宿泊代も浮いたらもうすぐペイできるんですよ。そこで寝れるようにする、工夫すればそうなるか。人手間かけたら宿になる。ぶっちゃけじゃあ一台取ります。
ファミマ、セブンね、少ないんだよ、種類が。しいな、マジで。さあ、注文すんなよマジで、ほんとアホだよね。昨日のアクエリ何十本も2リットル頼むバカとか、
で感じるか分かる。ある程度トライアルでやっぱ1年とかやってできて、それ以上またやるんだったら、まあ、また買えばいい、買えばいいから、まあメルカリとかで買うと知識ないから、バイク屋さん、バイク屋さんでちょっとその後に何つも考えて、やっぱりある程度もうちょっと乗って知識つけて、まあいろいろ調べて知識ついてきたら、まあそういうのを安く買ってもいい、買うかもしれないけど、最初から絶対失敗するから知識ないので、ある程度乗りながらいろいろ、やっぱおじいちゃんがやっぱバイク最後乗ってたから、ミニカーテルとかも危ないけど、乗るわけじゃないだろうな、ないかもしれないから、まあ、3、4万ぐらいだったら別に、3、4万だったら、1ヶ月、1000円換算だ。やっぱがっつりやるんだったら、そのやっぱりキャノピーとかでやるんだったら、なくなったら売ればいいのかな。そしたら半分ぐらいの値段で多分買えるから、なんか儲かったから、めちゃくちゃな儲かり方したから、そういう注文なんかめでたいから頼むとか、そういうのある。でそんなあったところでポテト1個運ぶのと同じ金額、同じなんだから、そう全く意味ないでしょ。見つくりしかない、着いたらすぐ下ろすけど、着いたら下ろさないと、移動してる間に絶対崩れる。
試食だから。景色で東京タワー見ながら仕事できたのに、これできちゃったらもう東京タワー、東京タワーがもう見えなくなる、壁になっちゃう。本当に危ない。自分たちは自爆症状で、お互い様だけど、本当に危ない。パッと見た感じ、もうやっぱりふらついてる人とまっすぐ歩けてる人がいて、あのまっすぐ歩けてる人はやっぱり頭がまだ残ってる。まっすぐ歩けてた。そういう人たちは、まあ忙しいっていうか、やることがあって、そう、危なくないですよ。パッと見た感じ、もうやっぱまっすぐ歩けてない。そういうもう脳使ってなくて、萎縮してるやつか、歩きスマホしてふわふわしてるやつ。歩けてる人がほとんどいないんだけど、そういう世界なんです。まっすぐ歩けてる人って本当に20%もいないから、そう問題なの。だからそれが当たり前なの。フラ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 歩いて、まあ、足腰の問題じゃなくて脳の問題なの。脳とは忙しい、暇だから、そう。なんか昔その認知症のそのばあちゃんがいて、その人の歩き方がもうフラ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 してたから、だからそういう人たちってもうそういう感じになっちゃう。
言わせてみればもらえば、ビジネスがめんどくさくなっちゃったんだよ俺。オフィスの方は裏からで、はあ